おはようございます。たった今起きたんですけど、なんか無料の悟空が来てましたね。今回使っていこうと思います。とりあえず6凸まで上げてきたんですけど、性能を軽く見ときましょうか、使う前に。必殺と特殊がなんか敵のコスト上げたりするっていう、なんかよくわかんない。地味な嫌がらせを持ってますね。で、味方の弱め曲げんのか、特殊は。で、メインが体力回復。次に受ける、まあ、メッキが 20% つきますよと。と、ドラゴンボール1個増やす能力強化消去。まあ、弾があと1個って時とかに使いやすいんじゃないかな。で、Z アビはまあ、って感じで。ユニアビが結構ね、まあ強いんですよね、無課金にしては。4ダメ 80% ですで持ってて、火ダメカットも素で 40% 持ってるっていう、結構、もうこの時点でおーってなるんですけど、属性フリムこう40カウントついてんのすごい強いね、これ。赤めちゃめちゃ不遇ですけど、まあ、40カウントだったら赤は、青を等倍で受けれると。で、状態異常の発生無効にするんでサタンケアもできる。で、場に出たら敵の手札の必殺アーツをすべて破棄するっていう、極ベジのね、あれをケア、極ベジとかウルゴジをね、ケアしやすいっていうのもありますね。で、味方にね、控え戻る時の気力回復を与えるんで、まあ、地味にそこも優秀で、まあ、ここ面白いね、カバチェンジ敵のバニシングを、4回まで、ゼロにできる。これ強いね、結構、使いどころによっては。で、敵に体力カウント3カウント延長の能力低下も与えて、まあ、次の攻撃終了時までメッキが 20% つきますよと。とかとか、待機短縮がついたりとか。まあ、結構面白いよね、この能力。で、敵の攻撃終了後、敵の気力削いで、自身の4ダメ 20%、まあ、永続で上げて、必殺の火力も上がるよって感じですね。ちょっと面白そうなんでね、今回、使っていこうと思います。さあ、お願い。さあお願いします。打つか。通常抑えて回避回避、あ待ってずれたタイミング入るんか。まあ、とりあえず、あーあっ、あーなんでそれは、いった。ただ属性振り向こう仕事してますねこれ。なんとか耐えて、一角に入れまして、あんま繋がんねえな。平気打っとこうか。いやマジ神合いの魂か。とりあえず手札発揮して、これ見られてるかな。見られてる。もう待って、回避に魂かけるのやめて。あぶねえ。いつだってくるのかな。いつだってくるね。これバリないんで突っ込みましょう。あー強い。あれこれベジータちゃんが強いだけの動画になってませんかね。よいしょ、跳ねろ。いや跳ねないか。ちょっとどうしよう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 。大ピンチ大ピンチ大ピンチ。オッケー、打撃はもうこれでしよう。うん、オッケー。よし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 、オッケーオッケーオッケー。悟空ちゃん？悟空ちゃんどうしよう。あーベジータ強い。ベジータ強いねこれ。ただ黄色だけ残ったんでこれ悟空大活躍チャンス。これバッケシだよね。おーなんなんお前。まあ、いや、バフ消せたんで、仕事できたんじゃないでしょうか。カバチェネ出したかったんだけど、とりあえずまあ、初戦は仕方ないということで。打つか。究極避けさせてライジングしたいな。もうめんどくせえんだよな。めんどくせえ、マジこいつ。はい、めんどくせえ、マジ超めんどくせえ。お前ぶねえだろお前。一瞬スポーツマンシップかと思ったわ。なんなんですかねその強そうな怖そうなパーティー。てか今日起きたのが本当に14時59分だったんだけど、なんか歩くないそういうの。目覚ましとか何もしてないのに本当になんか用事がある1分前に起きる
構僕あるんですよね。あれってどういう仕組みなんだろう。体がもう完全に24時間刻まれてんのかな。もう本当にあるんだよね俺結構。これが最新のまぐれじゃないよねだって。釣れるんかい。ベジットやめて。よしよしよし。まあまあまあ、これ場に欲張るか。いやー欲張れんかった。まあとりあえず出しとくか。さあ場に奪いました。痛い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 。あ、意外と勝てえな。でもこっちで受けるか。場に奪ってるんで帰ってくると。行って行ってお前跳ねろ。 OK。 可否見て射撃撃ちまして、打撃から消化して、出てくんのかその人。とりあえず打撃封印しておきましょう。ほら、いやマジか。お前捨てるわ、ちょっともう動画的に。え、耐えそうじゃない、なんか。耐えるな、耐えるな、これ耐えるな。あ、そうか、属性義務効果、あいつ。え、めちゃ強えじゃん、ベジータ。そうか、そうか、そうか。ワンアーツ分そうだったわ。いや、強こいつ。何こいつが強いだけの動画になってるけど。射撃搭載して。待って、もう本当に魂かけてくるやん、君。俺も魂かけよう。うぜえもん。もうやだこのガキ。なんなんマジで。うぜえなマジで。俺も魂かけていい。クソイラついたから。これで弾ゲットして。強っ。オッケー、マジでナイスお前。ある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 。読むなよ。おし、オッケー。相手やばいんでタックルいきましょう。もうやべえだろ、お前マジで。よくはこれ中距離打てんな。いや、マジメイン切るんだ、そこ冷静か。なんだそれ。はい、確定。しかも暴発柱。さあ、ベジータが死んでも気力回復圧でしっかりサポートして、くれてました。特殊引いて。いや、もうメインもいっとくか。削っとこう、こいつ、キモいから。よーし。オッケー。ナーイス、マジナイス。悟空ちゃんのおかげでしょ、これ。やることないんで、緩急をつけて射撃。これ待って、ラスワン、コモもらいたい。あ、中期これこれ。あ、オッケー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 。よし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 。いや、マジ活躍だ。強くならなくちゃいけないんだ。別に悟空じゃなくてよかったけど、あの活躍は。お、負け惜しみまでもらえる。おい、ぶっ壊れたろ、こいつ。全然関係ないんですけど、昨日寝る前に、最近おすすめにさ、めちゃめちゃ、あれが出てくるんだよね、なんか。モンハンの、なんか、ね、ランキングじゃないけど、なんか、こういうモンスター何戦とか、こういうクエスト何戦みたいな、モンハン系の動画が出てくるんだよね。なんか、昔、セカンド G とかやってたからさ、で思い出したんだけどさ、キリン装備とかさ、ヒプノック装備の、装備をつけさせた女の子で、中学生の時しこってたなっていうのを思い出して、なんか時代って進化したなと思いました。今だって、モンハンの装備で抜いてる中学生いないでしょ。もう当時そうだったんだから、マジで。やめて。てか、なんかすごい珍しいね、あなた。あなた珍しいね。一回接待して、一回接待して、接待。オッケー。ナイス接待。からの神。神のムーブ行きまして、タックル友人、おっ、危ねえだろ、お前。これめちゃめちゃ強いんじゃない？はい、気力回復しまして、いいね。優秀、悟空ちゃんナイス。うわ、すごい、ベジータといいコンビネーション。ちょっとラグ。あ、オッケー、こんなに使わせたのめちゃでけえ。即行きますよ、そりゃ。あそこの通常は下手。いや、どうしよう。
さあ敵のコストを上げて、おぶね、オッケー、ナイス悟空ちゃん。これ場に回復しますね。オッケー、もう無課金にして戦えてるんじゃない普通に。さあ場に回復しまして、よいしょー。さあビルスできたら嫌なんで先に面切っときます。少しはできるみたいだな。よしよしよし。いや、そのアーツ封印、だるすぎだけど、関係ないんですよね。いきます。で、これ、ラスワンに悟空めちゃめちゃ強くて、カバチェンで場に奪えるんで、もう逃げようがないですね、相手。なんだお前。さあ、これで場に奪えます、相手の。やばくない？場にないんで突っ込みまーす。ナイス、悟空ちゃん。はーい、完璧。